どうも、にゃんにゃんクリーパーです。今回はオンゾゾの迷宮に行ってみたいと思います。はい。ちょっと今まで行ってなかったのはなぜなんだろうというちょっと疑問に残るところなんですが、なんとなく行き方は覚えてるんですよ。はい。このドドギムの、海岸のところから行くってところまでは覚えてたんですが、なぜかちょっと今までの散歩動画で行ってなかったなということを思い出したので、今回行きたいと思います。はい。現在ブブギムは雨が降ってますね。はい。このブブギムはもういろんな思い出がありすぎですね。はい。で、オンゾゾの迷宮は結構ね、初期の頃から構想があったってどこかで書いてあった気がします。で、そのオンゾゾの迷宮から、ラバオのあるエルシモでしたっけ？あのところに行けるんじゃないかっていう、そんな噂か何かわかんないんですけれども、それを聞いたことがあるんですけど、結局行けないですよね。はい。で、あとは、どっかのタイミングで、オンゾゾの迷宮が解放されて、そこのね、海岸から行けるようになったということで、はい。結構通った記憶があります。NM 狙いがメインだったと思います。はい。で、よくある海岸の、はい、洞窟になります。バウンティーハンターがここにもいますね。多分、やっぱり跳ね返されましたね。じゃあ降りましょうか。オンゾゾの迷宮はですね、最初に通ってたのは、モルダバイトピアスを狙うためでしたね。あれ、潜在能力で魔法攻撃力アップ、プラス5だったか何だったかだと思うんですけれども、潜在能力は何で発動するのかちょっと覚えてないんですけれども、はい。結構 FF ってね、潜在能力発動するやつ、いっぱいあるんですけれども、その条件がね、いまいちわからない。それを探すのが楽しいんだっていう考え方もあるでしょうし、はい。とはいえ、やっぱりね、どっかに明らかにしてほしいんで、そういうサイトがあるかもしれませんけれども、Windows のなんかね、サイト、有名なサイトありますよね。そこに載ってんじゃないかと思うんですが。はい。で、ここでもレベル上げしてた記憶がありますね。あまり私はやってないですけど、レベル上げパーティーがありました。コカトリス狙ったり、サソリ狙ったり、はい。ゴブリンもいますから、自爆狙ったりで。はい。一時的なレベル上げの場所だったような気がしますね。もっとコカトリスは絡まれないレベルみたいです。はい、大丈夫だ。インビジしなくても大丈夫ですね。あとは、モルダバイトピアスのやつが、確か抽選だったような気がしますね。ゴブリンのエネ、おっと！こいつじゃないですかね。おそらくこいつだと思います。NM ハンターとしてはちょっとやりたいところですが、これは多分リンクしちゃいますよね。練習相手でもどうしようもないですよね。はい、黒魔導士タイプのゴブリンですから、もう間違いなくモルダバイトピアスの敵です。ゴブリンがリンクする前に倒せればって言ったところですね。おっとリンクしちゃいました。残念ながらドロップはせず魔法ですね。はい、ノードロップでございました。モルダバイトピアスは出ずといったところ。というよりは、私、持ってますね。おそらく持ってます。ドロップしないのは当然ですね。確か、サブワカも持ってるんで、はい。ちょっと、モルダバイトピアスをドロップするところは残念ながら見ることはもうできないですね。はい。わざわざ捨てるのもなんですし。オンゾゾの迷宮、おっと、マップに見えない箇所ありますね。ここ通れない道ですけど、今ここ通れないじゃないですか。段差があって。向こう側に行けたら、もしくは一方通行でエルシモ諸島と繋がってるんじゃないかと。
はい。昔、そんなのを誰かから聞いたことがあります。だから、オンゾゾができたとき、ここ経由で行くんじゃないかって。はい。実際はそんなこともなく、というところなんですが。オンゾゾの迷宮っていう割には迷宮ではないですよね。はい。タコがいます。あ、そういえば、クラクラの敵がいますよね。今じゃ落とさなくなりましたけど、ちょっと私、買ったことがないのでわからないんですが、どこに出るんだろう。とりあえず、オンズゾメイクを一通り散策してみたいと思います。はい、もはや、前にも言いましたが、散歩動画ではなく探索動画になっております。結局、クラクラもあまりに高額なアイテムで、業者がかなり張り込んでて、もう取れなくなってしまって、それで、残念ながら、もうノードロップになって、で、仮に EX アイテムが出るよ。コッパーではない、はい、シーフがいないので、あと鍵持ってないので、ね、どうしようもないですね。まあクラクラもね、置き換わった後はそのレア EX のアイテムになったらしくて、でそいつの発動条件が8の倍数のレベルの時っていう、それで8回攻撃になるって聞きました。だからもうね、レベル99としてはもう全く使えないわけでして、もうゴミアイテムというか、あくまでコレクターズアイテムの一つになっちゃいましたね。まあ、私クラクラね、持ってたんですけどね、あれ買うのすごい大変でした。どうやって買ったんだろう。いや、もちろんお金貯めて買ったんですけれども、誰から買ったんだろう。バーサーだったかな、ちょっともう覚えてないんですが、とにかくクラクラ買うために当時8000万ぐらいしたかな、6000万か8000万か、それぐらいだったと思うんですけれども、相当お金貯めましたね。それで十分例えば8000万だったら、8000万貯まった時にバザコメをよく毎日チェックしたり、あとはジュノー近辺、はい、ネバザーしてる人たちとか覗いたりしてましたね。はい、もう一時期ね、サーバー移動して別のサーバーで売ってるやつを買おうかなと思ったぐらいでしたね。ここは何でしょうね、ミッションのエリアか何か、よくわかりません。そうですね、クラクラは、クラクラに関わらずですけども、競売に出てるアイテムとか、クラクラも今日もちろん競売に出るんですけれども、競売サイト、FF11 の競売サイトが当時あったんですよ。各サーバー間でいくらで取引されてるかっていうのが、それを見たらわかる。今もその、サイトが残ってるのか不明ですけれども、多分あれは、要するに外部ツール使って各競売の、いくらで出てるか取引っていうのは、ログを見て反映してるんだと思うんですよね。まあそういうサイトをね、まあ本当はいけないんでしょうけれども、とりあえず私たまにちょこっと見ましたね。はい。まあ、どれぐらいの相場で売ってるかっていうのをチェックするために見てましたけれども。あとは、そのサーバー、そのサイトが生きてるかどうかわかりませんけれども、そのサイト、実は私、引退してからも、たまに見てた時があります。あのサイトのいいところというか、唯一いいところは、キャラクター名で検索できるんですね。だから、例えば、あの人まだプレイしてるのかなっていうのを検索して、それで調べることができたんですよ。はい。だから、ある時検索して、ああ、まだこの人 FF やってるなっていうのが確認できましたね。とりあえず、多分こいつだと思うんですよ。クラクラ落とす NM の、トリガー、抽選か。抽選の敵。とりあえず倒しておきましょうか。もしかしたら、NM がポップするかもしれませんので。ナイトのホーリーは弱いですね。まあ、こいつがトリガーかどうかちょっとわかんないんですけれども。
なんかそれっぽいところじゃないですか、ここ。ここに出るんじゃないかなと予想しつつ、ちょっと探索を続けてみたいと思います。MM を沸かすために、なんか対象となる敵を倒し続けなきゃいけないんですけれども、それがポップする間隔っていうのが、多分15分とか16分とか、やけに遅いんですよね。はい。これが一番、NM 狩りした時、NM 狩りをしてた時に、やっぱり唯一ネックな点でしたね。ね、ずっと張り込んでるのも大変だし、一回倒して15分待ちだったら意外に楽なんですよね。詰まってる間にちょっと漫画読んだり、はい、テレビ見たりできますから。おっと、トラマ。クアール系ですね。トラマジャーキンとかいうアイテムあったと思うんですけども。ちょっと絡まれる。やつですね。奥の方に進むとレベル99でも絡まれる敵がいるというところ。多分オンゾゾって後から配置転換があったんじゃないかなと思います。はい、まあ念のためインビジスニークをしとくべきですね。でも、ここで私、トラマーにしてた記憶があるんですよね。NM かな?もしくは、クアールを倒さなきゃいけないっていうメイジャーもやってたのかもしれません。ここも行き止まりで進めない道ですね。オンゾゾの迷宮って結局何だったんでしょう。ミッションで何かしら来たところだとは思うんですが、まあ基本的にはロード・オブ・オンゾゾでしたっけ、あのクラクラ落とすやつ、あれ目当てに来る人が多かったのかな。マップに見えないところ、なんかあるのかなと思い来てみましたが、特に、おっと、この先。やっぱり進めない。はい、進めないですね。オンズドってどっかまた別なところから来れるんですかね。なんかね、どっかのエリアと行き来できてもいいぐらいの構造をしてますから。この先かな。マップに見えない広場が。はい。けど、何もない。特に何もないですね。やっぱり行き止まり、ミッション?まあ、ストーリー進めてるときにね、ミッション NM とかも、ソロではいけないっていうのが、やっぱり大勢で倒さなきゃいけないっていうのがあって、いろいろ大変だった記憶はありますけれども、その一つだったのかなと思っております。はい。じゃあこんなところですかね。一通り探索したような気がしますが。もっと、光るのは何でしょうね。よくわかりません。あと、まだ行ってない道がありましたね。なんとなく下の階層に行けそうな感じがするので、そこへ今向かっているところです。はい、この近くですね。二つ道があります。ちょっとどっか別の方に続いてそうな。それらを今チェックしようかと思っております。この先はどうなっているのか。ゴブリンがいて、はい、ゴブリンがいて、何かあると。あれ結構奥続いてますね。ん?おっと、あのカエル、不気味ですよね。私、FF の敵の中で、あいつ見たときはすごい怖かったです。すごい怖い、気持ち悪い形してるカエルですからね。オンデンドでもあれ見かけたときは、うおって思いましたよ。
めっちゃ驚きます。あの水路でもそうですよ。あの Windows のあの水路ありますよね。いやー、あれは気持ち悪いというか、はい、怖いですね。敵として見た目、はい、でかいし。あいつに変身できるエンチャントアイテムあったら、多分私変身しますね。街中で、あの姿で歩き回ると思います。こっちはどうだ？ああ、やっぱりカエルのやついますね。これで一通り、オントズの迷宮、探索しましたので、これで終わりにしようかなと思いつつ、NM ポップしてるかどうか見に行きましょうかね。まだね、10分も経ってないので、待たなきゃいけないとは思うんですけれども、はい。ここは基本的に音楽がないですね。FF のダンジョンって音楽あるところのないところが多分あると思うんですけども、音楽がないとちょっと寂しいところはありますが、あれ、これは、おっと、え、こんなに早くポップするんですね。あら、意外ですね。何か、また、時間、変わったのかな？ポップするタイミング。もしくは、当たりが NM だと、すぐポップするとかあるのかな？雑魚が次湧くとき遅いとか、そういうのはあるかもしれないですね。とりあえず、ロード・オブ・オントゾ。過去、一番人気だったらしい NM。クラクラ落とす NM。元落とす NM です。はい。今はレア EX の、はい、クラクラもどきが出ます。とりあえずコレクターとしては目指したいところなので、ドロップするといいんですが。まあ、取れはんなしですからね。さっきというかごめんなさいね。この動画撮る前に、グスタフで、エガソド手に入れたっていう経緯もありますので。これは期待したいところです。あ、でも、クラクラ落とさなくなって、その他のアイテムが出るようになった。まあ、ここだけじゃないんですけども、なんかドロップ率はあまり良くはないらしいです。もし、クラクラと同じ確率だとしたら、やっぱ相当低いんじゃないですかね。でもね、劣化アイテムなんだから、ドロップ率上げてくれてもいいかなとは思いますけども。さあ、果たして、どうなるか。とどめは WS でやった方がいいですかね。さあ、果たして、どうなるか。出ませんでした。ちょっと残念ですけれども。はい。まあ、落としたらね、なかなかいい動画になったと思うんですけれども。残念です。まあ、もし FF11 復帰したら、狙ってみたいと思います。次は、サブアカのトレハンを連れてきて。はい。はい。以上です。にゃんにゃんクリーパーでした。